ラムちゃんロムちゃんとは私たちのことよ。よかった、いきなり会えるなんて。あのね、私も女神候補生なんだよ。お姉ちゃんじゃなくてネプテューヌの妹で。ネプテューヌってことは、プラネテューヌ。そう、それそれ、あなたプラネテューヌの女神なんだ。うん、それでね、お姉ちゃんたちを助けるために私と。ってことは私たちの敵ね。敵？違うよ、なんで敵になっちゃうの？だって他の国の女神でしょ。きっとルビーのシェアを横取りしに来たんだわ。そういう女神がいたって本に書いてあった。そんなことしないよ、とにかく話を聞いて。問答無用、覚悟。ちょっと待ってってば。さあ、いいわ、あんたの罪を数えなさい。ラデルフェス。こんなものなの？任せてください。ってことで、ゲーム業界の平和は私が守る。みんなまとめて相手にしてあげる。ロムちゃんは私が守る。ワク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 。ゲーム業界の平和は私が守る。私の手そんなものの戦いを終わらせる。待ってたです。準備 OK です。まだまだです。そうです、まだまだです。お知らせの時間です。ちょっとだけ聞いたわ。いいわ、相手してあげる。まだまだね。邪魔よ。私たちの思いは攻撃ギャン。引くことだけはできません。まだまだね。こんなものなの？まだまだ戦えるはずなのに。泣かした。やっぱり悪いやつだったのね。そんな、だって今のはいきなり攻撃されたから。あっかんべーだ。今度会ったら絶対やっつけてやるんだからね。言っちゃった。全然話聞いてもらえなかったですね。確かにあれはラスティーションより厄介そうだわ。いろいろあって遅れちゃったけど、ここがルウィンの教会。失礼し。いろいろあって遅れちゃったけど、ここがルウィンの教会。失礼します。ようこそルウィンの教会へ。あら、あなたはもしかしてプラネテューヌ？あ、はい、女神候補生のネプギアです。今日はどうしてもお願いしたいことがあって。候補生とはいえ、女神自ら足をお運びになるなんて、よほど重要な要件なのでしょうね。私はこの国の教祖で西澤美奈と申します。お話伺わせていただきますわ。なるほど、それでこの国のゲームキャラを。事情は分かりました。それじゃあ。申し訳ありませんが、ご期待には応えられません。どうしてですか？この国のゲームキャラにはある重要な使命を担ってもらっているんです。もし国を離れられたら、大げさではなく、ルウィが未曾有の危機に陥ることになります。
その使命が何なのかは教えてもらえないのかしら。あまり軽々しく話せるものではないんです。ご理解ください。でも悪いやつもゲームキャラのこと狙ってるんだよ。そいつらに見つかったらやられちゃうかもしれないんだよ。どうしても教えてもらえないなら自力で勝手に探すことになるけど。お止め立てはしません。見つけたとしても皆さんなら無理やり連れていくようなことはしないと信じています。さて、せっかく訪ねていただいたのにこれで追い返すのはあまりに失礼ですね。皆さんはこの国に伝わる犯罪神マジコンヌの伝承についてご存知ですか？犯罪神の伝承？そんなものが残ってるんですか？ルイは犯罪神が生まれたとされる国ですから。そもそも皆さんは犯罪神がどういう存在なのかご存知ですか？言われてみたらよく知らないかも。まあ犯罪組織が蘇らそうとしてるんだから、あいつらにとって都合のいい神様なんじゃないの？いいえ、誰かにとって都合のいい神などではありません。犯罪神は神とは名ばかりの存在。その存在意義はただ全てを破壊し全ての命を葬り去るためだけにある。とても人間に御せるような存在ではないのです。実際犯罪神が誕生した際にはこのゲーム業界は滅亡の一歩手前まで追い込まれたと言われています。ゲーム業界が滅亡？じゃあなんで犯罪組織はそんなのを復活させようとしてるの？その伝承が本当なら犯罪組織も滅びてしまうですよね。本当に復活を企んでいるわけではないという可能性もありますね。組織の旗頭として掲げているだけで、犯罪神の伝承を知っていれば組織立てて大々的に復活させようとは決して思わないでしょうし、下の連中は伝承も何も知らないで利用されてるだけって可能性もあるんじゃない？だとしたら正気の沙汰とは思えませんね。自ら滅ぶために犯罪神を復活させようというのですから。さて、いかがでしょう？少しは参考になりましたでしょうか？全てを破壊するための存在、それが犯罪組織マジコンヌが崇拝する犯罪神マジコンヌ。なんかどっちも同じ名前って分かりづらいね。とりあえずマジコンヌを倒すって覚えとけばいいんじゃない？お、一気に分かりやすくなった。頭いいね。みなちゃん、お腹すいた。おやつ。こら、はしたないですよ。お客さんが来ているんですから少し我慢してなさい。お客さん？ああ、さっきの悪い女神、悪い女神が攻めてきた。悪い女神って何を失礼なことを言ってるんですか？あの、実はさっき。まあ、この子たちがそんなことを。大変申し訳ありません。まあ、いいですよ、そんな思いっきり頭下げなくても。いえ、この子たちの保護者として教育者としてしっかりと謝らせていただきます。ほら、あなたたちもごめんなさいわ。なんで？悪い女神に謝るなんてやだ。私も、いや。言うことを聞きなさい。ほら、早くごめんなさいって。ほんだ、私たち悪い女神に襲われただけだもん。戦って負けた、痛かった。ごめんなさいは？ごめんなさい。なさい。今一瞬、黒いオーラが見えたですけど。ここの教祖もただものじゃないみたいね。本当にもういいですから。それより、あの、できたらこの子たちにも協力してほしいんですけど。保護者としては素直にうなずけません。
何分まだ幼い子たちですから、国の外に出すのは早いかと。もっともこの子たち自身が女神としてそう望むのなら話は別ですが。やだ、敵と一緒なんて。ラムちゃんが嫌なら私も嫌。望み薄ね。まあこっちの要件は伝えたんだし、そろそろおいとましましょうか。すみません、何もお力になれず。あ、最後に一つだけ。最近この国は非常に治安が悪くなってるんです。近々大事件が起こるなんて噂まで流れているほどで、ただの噂だとは思いますが、くれぐれもお気をつけてください。はい、それじゃあ失礼しますね。